みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。戦争のノンフィクション小説を書いているコナー・ドハティだ。以後よろしく。ライアン・フォード、傭兵をやってる。まあ雇われたからには仕事をする。ノーザンクロス作戦の発動から2か、連邦軍は各所に派遣された精鋭部隊による猛攻で帝国軍を制圧し、領土一方日増しに伸びる補給線、遠征の各方面軍は制圧した帝国領内にいくつもの巨大リーンブル前線基地、クロードたちの属する第101師団の司令拠点であり、3000人以上寝泊まりできる宿舎に100両以上の戦車、それに前線部隊に支給される弾薬や燃料、食料。そんなに？とんでもない量の物資を持ち込んだものですね。ここが帝国領内だなんて。連邦もやるときゃやるってか。しかしよ、こんだけ物資が豊富だってのに、我らが E 小隊にはボロ戦車1両。ボロじゃありません。どの小隊よりも念入りに整備。それにしてもこれだけの。ああ、この物量で攻め込めばいくら帝国でも合わ。いや、帝国の領土はまだまだ深く広い。これでも足りないくらいだよ。そんなもんかに。クロード隊長は慎重な子って。ん？なんだあれ。あれ海軍の制服ですよ。海軍？海軍がどうしてこんな。海軍さんが丘の上までご苦労な子ったぜ。お、海軍の女士官か。ちょっとラーズ、ちょっくら挨拶してくるぜ。お近づきの知る。どうしようもないやつだな。余計な問題。無理だろうな。だね。さて集合。まあ、先輩、さすがは連邦の威信をかく。戦車の兵装に隊員の武器、これから新しい。できましたよ。
できから私が E 小隊の訓練担当と練度の向上には厳しい訓さあどうした？
レベルアップだ。マダム、レベルアップだ。おお、対戦者兵だ。うん、陛下のレベル、クロード、陛下の練度向上でポテンシャルに目覚めたり、オーダー、ポテンシャルは隊員が持つ潜在能力、オーダーは部隊や隊、特にオーダーについては的確に使えば戦いを優位に、私からは以上だ。これからの E 小隊の活躍に期待しているぞ。ここが作戦司令室か。出撃作戦では陛下の選定が重要になってくる。それぞれの特性を改めて把握しておこう。さて、まずは部隊の状況を確認しよう。戦場が俺の居場所だ。